宮司さんありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて、足元お気をつけてお帰りください。はい、ゆさゆさんどうでしたか。すごく楽しいですねこれ、なるほど。細川さんどうですか、こうこれから勉強していくじゃないですか、1年間でハングルで女性に愛を伝えてみるなんていうの、ね、いいですね、そこまでいければ ね。ただやっぱりなんか皆さんがねやっぱりこう一緒にこうハングルをこうね返してやってるっていうこの光景見るだけでもね、あ、なんかハングル講座俺ちょっとやる気になってきたな頑張ってください1年間、テユ、先生が厳しく、はい、ということでね、言葉を上達させるにはねこうやって使うことも大事ですよね。はい、ということで小倉先生、細川さんどうもありがとうございました。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 さあここで細川さんには一旦ご退場いただきます。第一部の最後のコーナーをお送りしたいと思います。ありがとうございます。はい、テユさんも戻ってこられましたね、はい、男の子になって、はい、さあでは最後のコーナー移りますよ、はい、愛の告白ハングルで伝える私の思いです。はい、ということで、このコーナーでは自分の思いやメッセージをハングルにしてユンサヨンさんに愛の告白をしていただきます。事前に、募集したところですね、合計で67通の、応募がありました。ありがとうございましたという、ね、その中からですね、本日は3人の方を選ばせていただきました。はい、もうね本当にびっくりするのは素晴らしい告白がたくさんありましたよね、うんうん、はい、では選ばれた方々に登場していただきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。じゃあお名前とどこからいらっしゃったかを教えてください。はい、東京から来ました笠井です。笠井さんよろしくお願いします。そして静岡から参りました秋山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京から参りました山浦です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では準備はよろしいですか。それではお願いします。はい、キジョクチョギンファニュルロサイヒョンのオッパはカッテンシデテオナ같은시대를살고그리고이렇게만날수있게돼서정말기뻐요윤상현씨영상을볼때마다언제나두근두근합니다메시지는사랑해요밖에떠오르지않아요지금만나고싶었어요한번만안아주세요언제나응원하고있어요전하고싶은마음은너무큽니다윤사현씨께만약제가25살이라면저는그대에게사랑하고있다고고백하고싶습니다저는눈으로감고있더라도그대의모습을볼수있습니다귀를막고있더라도그대의목소리를들을수있습니다제마음속에는항상그대가있습니다그러나저는25살의아주머니입니다아무리사랑하고있더라도그대에게사랑하고있다는말은못됩니다그래서저는머리에서항상아죄송합니다맞췄습니다그래서그래서머리에서그대를지켜보겠습니다감사합니다ありがとうございます。아素晴らしいですね。이사연씨어땠어요행복해요3人の皆さんの告白ハングルで、ね、頑張ってくださいましたけどいかがだったでしょうか。素晴らしいですよ。もう私からねそのこの人がどうのこうのっていうのはもうおこがましい。もう素晴らしい。何が素晴らしいかって言ってその心が純粋で美しくなる。なぜですか。日本語じゃなくて韓国語喋るとみんななんかすごく美しくなっちゃう、不思議ですよね。不思議ですね。よく言われるのは日本語で愛してるだとか愛っていう言葉は言いにくいんだけど恥ずかしいですよね、はい、だけど韓国語ではサランっていう言葉は日本人でもスッと言えるってそういう感じ、それははっきり出てましたよね。とても厳しいことだと思うんですがこの中で
人一番感動したメッセージをですね、ぜひ選んでいただきたいんですよね。그러니까요세분중에세분다잘하셨어요잘하셨고요여기아노대모네秋山さん、はい、말도말씀도잘하시고すごく上手だったです。거기다가연기도하시고演技も上手だった。또뒤에가서반전이있었어요또그래서너무머리에너무많이남았어요プレゼントしてください。おめでとうございます。おめでとうございます。秋山さん、はい、今のお気持ちはすごい胸がドキドキしてとても幸せです。もう死んでもいいぐらいです。はい、それでは皆さんもありがとうございました。もう一度大きな拍手を、皆さん大きな拍手をお願いします。素晴らしいメッセージでした。ありがとうございました、はい、お気をつけて。ということで、それではここまで第一部をお送りしてきたんですが、もう一度細川さんに、登場していただきたいと思います。はい、さあということでね、細川さんにもいろいろお話を聞いていたんですけども、今日はいかがでしたか。いや本当日本にはたくさん素晴らしい俳優がいる中でまさか僕が、ね、はい、一緒にこうね、お会いできるとは本当に嬉しい限りでしたね。じゃあ、1年後には手紙を書いてみましょうか、細川さん。書きますか。ね、はい、はい、ということで、細川茂さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さん、はい、盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。감사합니다저도요사요나라つぶやく君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が金色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れないように追いかけてただ抱き寄せ瞳閉じた泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい。しないとらがでし何しているんだよ언젠가추억에남겨져갈거라고그리워하며언젠가만나게되리어느영화와같은일들이이루어져가기를聞き惚れて出るタイミング間違えそうになっちゃいました。
最後の雨もね、うん、日本語もとっても上手で上手でしたね、うん、ありがとうございます。